で昨日山本和弘議員が、うん、でもだからといってちょっと静かにしてもらっていいですか。市の知名度認知度が高まるというのは莫大なメリットがある話です。2023年7月の定例記者会見の動画の再生数は120万回を超える状況です。その後いろいろな切り抜き動画が作られており、中には再生数が500万回を超える動画もあります。議会中継のインターネット配信 YouTube についてはホームページに、許可なく他のウェブサイトや著作物に等に、転載しないでくださいと注意、免責事項が記載されていますが、定例記者会見についてそういった注意事項を見つけることができませんでした。定例記者会見の動画について、免責事項を設けているのか伺います。YouTube の、広島県安芸高田市公式チャンネル運用指針の中にこのことについては、記載をしているところでございます。以上です。ですね、これ、まあ、免責事項等ですね、いわゆる注意書きなんですけれども、結局、まあ、見てもらわなければ意味がないかなというふうに感じております。これ、まあ、すいません議会もなんですが、いわゆる、まあ、市のホームページの方にはそういったあの議会の方は注意書きがあるんですが、いわゆるあの動画サイト YouTube のところにはそういった注意書きが一切見れないんですね。こういったところってやはり今あの検索してもリンクでいきなりそこへ飛ぶということもあるので、概要欄にですねそういった注意書きを書く必要があるのではないかと思うんですけれども、そういったところをどのように考えておられるか伺います。市のホームページのですね公式アカウントをご利用ください。その中に市が運営する公式アカウントというページがあるんですが、そこを取得するときにその中に、運用指針の方も一緒に掲載しているところです。そちらをご覧いただきたいと思います。以上です。要は僕が見たときは概要欄には何もなかったんですけど、概要欄に書いてあるということですか、その指針が。僕は見落としてたということなのかもしれないですけど、すみません、そこの答弁もう一度お願いします。はい、市のホームページの中にですねありますので、公式アカウントのそれぞれの、公式アカウントを取得していただくときに、その中の、例えば Facebook とか LINE とかいろいろあったと思うんですけれども、そちらの中に、こう取得するときに運用指針の方もそこに掲載しているところです。以上です。続けて答弁をお願いします。石丸市長。私の記憶でも田辺議員と同様です。あの YouTube のチャンネルのところには詳細載せてないと思います。あ、で載せるということなんですけども、分量の問題もあるので全部が載せられるかどうかというところだと思います。あまりずらずら載ればその分だけネガティブな要素になりますので、なのでどこまで載せるべきか、まあ、それは検討しても良いかと思います。次の質問に移ります。今後ですね、まあ、切り抜き動画に対して何かしら対応する考えがあるのか伺います。何かしら対応とおっしゃったわけなんですけども、例えばどういう対応でしょうか。どのようなシチュエーションにおいて例えばどういう対応なのか、そのあたりもしイメージがあればご教授をお願いします。例えばですね、まあ、いわゆるその切り抜き動画に対して削除を求めるなどのいわゆる切り抜き動画を認めないという対応がまずあるかと思うんですけど、逆に、いわゆる公認するその動画を認めますよというこの2つの対応があると思うんです。いわゆるまあ、ちょっとこの後の質問しようと思ってたので答えが難しいんですけれども、いわゆる切り抜き動画著作権の問題があって、安芸高田市の動画を切り抜かないでくださいという削除を求めるのか、それとももうあのそこの動画は安芸高田市として認めていますよこの切り抜き動画はというこの2つの対応を、まあ、する考えがあるのかというのが質問の意図です。
その意味では基本的に市として対応するつもりはありません。今削除するかというところがあったので、それに対しては考えていませんし、一方で公認するかという言葉についてもなかなか同意はしかねます。これは公式に市が認めたよというのもわざわざやる必要はないだろうと思っています。その権限もないはずです。なので許容するというのが実際的な対応になるのではなかろうかと思います。そもそもの大前提をお話ししますと、まず行政が保有する情報というのは国、国民であり市民のものです。公の財産ですので、そもそも本来的に十分に提供されるべきです。違う言い方をすれば、国民が主権者として政治に参加するために保障されている知る権利、これに応える必要があります。で、この知る権利というのは憲法第21条に基づく権利なんですけども、現代社会においては不可欠であり不可侵の概念です。ゆえに秋田方市議会の議会基本条例にも情報公開の下りが定めてあるはずです。よろしいですか。今目をつむってらっしゃった方いらっしゃったんですが、そのはずですよね。はい。事実このまとめ動画というのは市の情報を二次利用することによって、この知る権利の助力と助けとなっています。これもまた議員の皆さんが普段よくおっしゃるんですが、市民への情報発信が大事だと言うんであれば、これを歓迎こそすれ、忌避すべきではありません。嫌がるべきではありません。で、昨日山本和弘議員が、このまとめ動画を理由に一般質問を取り下げられました。で、この切り抜きであり、確か変更編集という言葉も使われてたんですが、これがまた私は不正確だと思います。市長に申し上げます。質問を簡潔にお願いいたします。続けてよろしいですか。答弁はこうだっけ。どのように対応するかと言われてますので、対応の方針を今説明していますが、市の見解を述べてもよろしいでしょうか。あくまでも今は答弁してよろしいですか。の質問です。はい、では答弁を続けます。切り抜きという言葉は田辺議員も使われたんですが、私からすればまとめ動画です。一次情報ですね。まあ、議会のこの一般質問であり市長の記者会見、丸ごと全部載っている一次情報、ここから抽出して情報を作る、これ二次利用、二次情報ですね。およそメディアがやっているのがこれです。今日も来てますが、新聞、中国新聞、ヒロテレ等々ですね、新聞テレビがやってるのがこれです。で、新聞やテレビの方がよほど短い文字数で、よほど短い尺で二次情報を作成しています。片やまとめ動画というのは私が見た限り短くても5分はなかったですね。基本10分、20分のまとめです。あれで切り抜いて一部の言葉で作文している、そのような状態はまずないというふうに考えます。ゆえにそれを理由に何か活動に支障が出るというのは単なる責任転嫁です。論点のすり替えです。一つ例を挙げれば、広島で言えば中国新聞が関連事件を報じました。大きな騒ぎになりました。で、関わった政治家、今であれば検察、相当な批判を受けているはずです。中には動画過ぎた誹謗中傷あると思います。でもだからといって、ちょっと静かにしまっていいですか。だからといって中国新聞の発行をやめろってなりますか。中国新聞二次利用ですよ。検察が出した情報を
等々ですよね。ならないんです。責任転嫁と申し上げたのは、その発言、言動そのものが悪いんであれば、それは当事者本人の責任です。で、誹謗中傷、同行したものがあれば、それがいけないなら、それをした人の責任です。情報を発信したところの責任まで言い出したら憲法に反します。表現の自由、それに基づく知る権利、むやみに侵害していいわけがありません。以上が市の見解です。まあ、この件ですね、非常に言葉が難しいなと、まあ、先ほど市長は、まあ、公認はしないけど、まあ、強要だという英語で、まあ、強要なのか黙認なのかというところも実はちょっと受け止め方が難しいなというのは正直思っているところです。これ、まあ、何を問題にしているかというとですね、まあ、8月21日の市長の、まあ、X 旧ツイッターですね、一般質問も同じ調子で行っています、どなたかうまくまとめていただければ幸いですというようなことがポストされておりました。これってですちょっとなんか余計なリスクを背負う可能性があるんじゃないかなというふうに感じました。でこれどういうことかというとですね、まあ、市長もご存知のひろゆきさんがですね、まあ、あの方切り抜き動画がかなりたくさん出回ってるんですけれども、あの方は公認をされないという姿勢スタンスでおられます。でその理由をですね以前喋られてたんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、切り抜き動画でトラブルが起きた場合、公認をしていたら自分の責任になるから公認をしないというようなことでした。まあ、これもあくまで可能性の話なんですけれども、まあ、一般質問の切り抜き動画等でですねトラブルが起きた場合、まあ、市長がやれと言ったんだみたいなですね、ことを言われる可能性もあるんじゃないかということを危惧しております。まあ、先ほど二次利用についてはというお話もあったんですけども、わざわざまあ市長がこれをツイッター、まあ、X ですね等でポストする必要性というか、そのリスクをわざわざ背負う必要はないんではないかと思うんですけれども、そこのお考えを伺います。最近特によく引き合いに出されるんですが、ひろゆきさんという方はあくまでひろゆきさんであって、私は全く別の存在です。そしてひろゆきさんが大変な影響力を持っているのは私も存じ上げているんですが、あの方の主張が唯一絶対の正義でもありません。当たり前の話ですが、皆さん理解されていると思います。その上で私の立場から申し上げると、うまくまとめてほしいという願いを伝えました。その上で先ほど公認これをするつもりもないと言っています。許容すると、もちろん公序良俗に反する、ダメだ、当たり前です。で、誹謗中傷というのは良くない、普段から言ってます。当然犯罪になるような暴言、恫喝、許されるわけがありません。それらについては問題だと思ったが適宜適切に対処する、先ほど来申し上げている自己責任、日本という国社会はそうやって成り立っているというのが私の認識です。で、まあ、切り抜き動画をですね配信されている方々の中にはですね、まあ、広告収入を得ている方もおられます。まあ、本市のホームページなどで広告募集されていると思うんですけれども、まあ、もちろん議会のページ、秋田方市のページがあるわけで、こういった動画でですね、広告収入を得ることも一つの方法だと思うんですけれども、収益化する考えがあるか伺います。今のは市のホームページと、要は YouTube のチャンネルですねでということだったと思うんですが、実はすでにその手はずを整えました、はい、YouTube に申請をしたところです、まあ、どれぐらい入るのかわからないんですけども、実際やってる自治体もあるということだったので、秋田方市でもやってみています。でこれも先ほど来の議論でちょっと出てこなかった点なんですけども、改めてお伝えすると、市の知名度、認知度が高まるというのは莫大なメリットがある話です。それこそ YouTube の再生数が回ると
なぜその動画を上げた人に金が入るかというと広告料なんですね。でテレビのコマーシャル CM だってスポンサーは企業は広告料を払ってるんですよ、莫大な金を。そうやってまでして自分の名前を世に広めたいんですね、世の経済主体というのは。その意味で安芸高田氏の名前は今日本全国いろいろなところで話題にしてもらえるようになりました。なんなら海外の日本人の方からも YouTube 見ますと見てますという連絡が入るほどです。であればこれは何よりの町にとっての活力と言わざるを得ません。ご協力に感謝します。一つ付け加えるならばふるさと納税ですね、今集計しているところですがこの8月分からかなり伸びていますので、具体的な収益としてもすでにマネタイズが成功しているという評価をしています。まあ、すでに手続きをしているということだったんですけれども、まあ、それは要は安芸高田氏にはですね、安芸高田氏の動画チャンネルもあれば、いわゆるこの議会のチャンネルもあるんですけれども、まあ、僕もついこの間知ったんですが、議会の YouTube チャンネルの著作権というのは議会ではなく市にあるということなんですが、収益化の手続きはあの議会の YouTube チャンネルの方もされているんでしょうか、それとも市のページだけなんでしょうか。はい、現在、収益化を行っておりますのは市の公式 YouTube ということです。そうです。もしですね、まあ、議会の、チャンネルも収益化しようということになればその判断というのは、まあ、著作権が市にあるということなんで市の判断でできてしまうものなのでしょうか、それともまあ議会の判断で、するということなのか伺います。はい、先ほど、田辺議員申されたように市の方に著作権があるということです。その観点から見ると、市の関係、市の執行や公共団体ですね、そちらの方に権利があると思います。まあ、YouTube チャンネル、まあ、収益化については市の方の判断ということでした。で、まあ、YouTube チャンネル市の方はまあ収益化の手続きをされたということなんですけども、ちょっとまあどのくらいの収入になるのか試算してみました。まあ、必ずしもですね、正確な数字ではないんですけども、あくまで試算です。市のチャンネルは直近30日で約11,400ドル、年間だと13万7,040ドルというのが、まあ、試算です。で議会のチャンネルで、考えると、まあ、直近30日で約5,400ドル、ね、年間約6万6千ドルという試算、まあ、金額が出ました。まあ、まあ財政難という中で、市のホームページの方は収益化、市の YouTube チャンネルの方は収益化するということなんですけれども、議会の方もこの収益化していくという今後を検討されているのか、それともここについては収益化しないでおこうという判断なのか、現時点でのお考えを伺います。今ドルベースでご説明があって、私も久しぶりにドルを数字で聞いてちょっと頭で追えなかったんですが、おそらく合計で 2,3,000 万ぐらいの年間収益ですよね。で議会において6万ドル、66,000ドル、なんで700万円分、私としてはやるべきではないかなとは思います。ただ市に所属する、帰属するとは説明があったんですけども、厳密に言えば議会事務局が運用しているチャンネルです。その意味では議会事務局と協議を、相談をしたいなとは思います。ただもう一度お伝えしますが、安芸高田市議会というのは1円も稼いでません。まあ、当たり前なんですけども、はい、これまでであれば何百万も年間もらえる可能性があるなら、当然そのようにするのが市民の声になろうかとは思います。